ても自然が豊かで養蜂にぴったり、蜂蜜がたくさん取れそうと思うかもしれませんが、実はここは蜜源が少なくて蜂蜜があまり取れません。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回はどんなところで日本蜜蜂を飼育したらいいのか知りたいという要望に応えて、週末予報で日本蜜蜂の巣箱を設置している場所を紹介したいと思います。日本蜜蜂の巣箱は花畑の近くなど限られた場所でしか設置できないと思っていませんか？実は趣味の養蜂なら庭先でも十分に飼育することができます。それでは実際に週末予報で巣箱を置いているところを見に行ってみましょう。ここは町の中心部から近い場所で、大通りから少し入った場所にあります。この辺りには住宅もある程度ありますが、一つ一つのお家が都会では考えられないほど大きくて、庭もついているお家が多いです。田畑も多い地域で、このお宅では裏庭で日本蜜蜂を飼育されています。お客さんや近所の子供が近づくことはまずないですし、蜜蜂の様子をすぐに見ることができるので、とてもいい場所だと思います。元気に働く蜜蜂たちの様子を毎日眺める方も多くいるんですよ。こちらのお庭の木にも蜜蜂が自然巣を作っています。この辺りは蜜蜂にとってすごくいい環境なんですね。住宅が多いところだと問題になるのが近所迷惑です。通りに面している場所や不特定多数の方が通る場所は論外なので、絶対に飼育はしないようにしてください。意外な落とし穴が、ミツバチの糞が洗濯物や車を汚してしまう糞害です。糞害が起こった時の対策方法としては、巣箱を移動するしか方法がありません。また春の分蜂では何千匹何万匹ものミツバチたちが辺りを飛び回って、木や軒下、場合によっては信号機などに蜂窩を作ります。隣のお家が近いと隣のお家の木や軒下に固まってしまうこともあります。このように広いお庭で住人以外の方が近づかない場所、道路や隣の家から十分に離れた場所が日本蜜蜂の飼育に向いています。それから山も離れているのでクマの心配もありません。クマは蜂蜜が大好きで、巣箱を壊して蜂蜜を取ってしまいます。週末予報が活動している場所は山間部が多くて、毎年クマの被害が出ています。クマの心配がないこの場所は日本蜜蜂の飼育にとてもぴったりです。はい、こちらは古民家のお蕎麦屋さん、蕎麦の花の裏庭です。裏庭に日本蜜蜂の巣箱が設置してあります。お蕎麦屋さんの中から見える位置にも日本蜜蜂の巣箱が設置してあって、お客さんが蜜蜂を楽しみながらお蕎麦を食べられるようになっています。田舎の家ではこのように裏庭があるお家も多いと思いますし、空いたスペースがあるところも多いと思います。週末予報が活動している京都府の綾部市は、市の中心部を除けば蕎麦の花さんのように裏庭にスペースがあるところもたくさんあります。こんな昔ながらの家であれば養蜂する場所に困ることはありません。この辺りの蜜源はまずまずといったところだと思います。あぜ道に咲く花や山の木に蜜を集めに行っているようです。前回蕎麦の花の主人の村上さんにインタビューした動画もあるので、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。こちらは週末予報の畑です。畑の真ん中に日本蜜蜂の巣箱が置いてあります。冬は少し機嫌が悪い時がありますが、近づいただけでは刺してきたりはしないので、畑作業や草刈りも問題なく行えます。この畑には野菜が植わっていたり、梅やビワの木がありますし、栗や柚子などの果樹も近くに生えています。畑の作物や果樹などの受粉を手伝ってくれています。とっても自然が豊かで養蜂にぴったり、蜂蜜がたくさん取れそうと思うかもしれませんが、実はここは蜜源が少なくて蜂蜜があまり取れません。周りは田んぼと人工林がほとんどだからです。意外にもここは週末予報が飼育している場所の中でも養蜂には向いていない場所なんです。この畑は一周ぐるっと電気柵で囲われています。電気柵をしているのは獣害が深刻だからです。ここ10年ぐらいでイノシシやシカが増えて、村中がこのような電気柵で覆われています。ミツバチにとって問題なのはクマです。某有名なキャラクターが蜂蜜好きであるように、クマも蜂蜜が大好きです。
クマは巣箱を壊して蜂蜜を取るので、畑全体やミツバチの巣箱の周りを電気柵で囲って対策をしなければいけません。電気柵は結構高価なので痛手になります。クマが出没する地域の方は注意するようにしてください。住宅地では近所迷惑の問題があって日本ミツバチは飼育できませんが、この場所のように山奥すぎてもあんまり良くないんです。最初に紹介したように山からある程度離れていて広い敷地があって近所迷惑にならないような場所が向いています。はい、以上が日本ミツバチを飼育するのに適した飼育場所の紹介でした。日本ミツバチの飼育は近所迷惑を考えると住宅密集地では決して飼育してはいけませんが、週末予報が活動するような人口が少ない田舎であれば飼育場所に困ることはありません。こういった地域ではお墓や民家に巣を作ったという例もたくさんあると思います。日本ミツバチの飼育は広い庭がある田舎の家であれば空いたスペースで飼育を始めることができます。ぜひ巣箱を作って日本ミツバチが来るのを待ってみてください。日本ミツバチの飼育は魅力がいっぱいで最近始める方がとても増えています。このチャンネルでは日本ミツバチの飼育の魅力や捕獲方法、飼育方法を発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。質問がありましたらぜひコメントをお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。